と甘さともピザのサラダの甘さも違う。皆さんも違いますね。わかりますか。こっちの方が高くなります。後ろに倒れ込んじゃいます。こうダラーンと。この状態で手を伸ばします。で脇に手を当てて左右に1。でこの状態、つま先は揃った状態です。揃った状態で膝構造で高さを見ます。高さ一緒ですね。わかりますか。ここの高さ一緒になってますよね。いいですか。高さ一緒。これはこうやったりこうやったりこう座り方変えたって高さなんてそんな変わるものじゃないので、高さ一緒ですね。よろしいですね。こっち向いてつま先は揃って、で膝も揃って、高さが一緒で皿の高さも一緒です。これをこうして後ろに倒れ込んじゃいます。こうダラーンと。この状態で手を伸ばします。で脇に手を当てて左右に1、2、3、4、5、6、1、8、2、3、4、5、6、1、8、そしたら溝落ちに手を1回置いて、そのまま1、2、3、4、5、6、1、8、2、2、3、4、5、6、1、8で終わりですね。で膝を揃えてもらうと高さとも膝もさらに高さも違う。皆さんも違いますね。わかりますか。こっちの方が高くなってます。よろしいですか。よろしいですね。こう見てどう見ても膝小僧の高さも違うし、ここの高さも違う。こんな感じで今の状態で足踏みをしてもらうと、やった方だけすごく軽いです。よろしいですか。でもう一回やっていきます。逆側ですね。逆側をやって、でこっちの足はダラーンとしながらこう開いて、脇に当てて1、2、3、ダラーンとして5、6、1、8、2、2、3、4、5、6、1、8ですね。溝落ち1、ここから足を動かすっていうイメージ。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。そうするとつま先を揃えて、ちょうどまた平らに揃うということですね。はい、OK です。ありがとうございます。いかがでしたかね。よかったなと思ったら登録ボタン押してくださいね。また高評価ボタンやコメントの方もよろしくお願いいたします。